公益財団法人日本賃貸住宅管理協会は不動産の経営的な管理を普及、推進し入居者や家主をはじめ広く国民の利益に資するという協会の目的のため賃貸住宅市場の健全な発展を目指す業界団体である。略称は非環境。1992年5月賃貸住宅管理業協会を 設立1995年4月全環境と住環境が統合。日本賃貸住宅管理業協会を設立2001年3月同協会を解散。財団法人日本賃貸住宅管理協会を設立2012年4月公益法人制度改革により内閣府の認定を受け公益財団法人日本賃貸住宅管理協会へ移行賃貸住宅が 住生活の安定の確保及び向上の促進において重要な役割を担っていることに鑑み、賃貸住宅における健全かつ専門的な運営、管理業務の確立並びに普及を通じて、賃貸住宅市場の整備、発展を図り、豊かな国民生活の実現に寄与することを目的とする。1、安全で分かりやすい取引を実現するための適正ルールづくり。 2. 資料データや空出率などの累積と指標作成 3. 賃貸条件や管理業務、関連書式等の標準化 4. 有料な賃貸住宅や健全な管理会社の認定及び表彰後、公正かつ適正な判断力と高度で専門的な知識、業務能力を持った専門家の育成 6. 法制度、賃貸手法、管理業務、 リスク管理等に関する研究7、IT 化、国際化、少子高齢化等に関する研究8、会員同士の情報公開と会員間の検査による資質の向上9、管理会社の業務の透明化並びに経営内容の安定化と公開等の支援、促進10、協会活動を通した社会貢献。ありがとうございます。